さんこんにちは。この間は福岡行きの Vlog をアップしたんですけど、今日は、福岡から東京に帰る Vlog を撮りたいと思います。で、今朝なので1日の食事とか、1日の Vlog 的なものを撮ってアップできたらと思います。ブラブラしてからフライトの時間を迎えようと思います。よかったら見てください。なんかこのお店がいつも福岡空港で気になってたんですけど、ちょっと入ってみました。面白いモチーフの商品がたくさんあって、変わった調味料とかも一部置いてありました。これもなんか水筒にひらがなで水筒って書いてあって可愛かった。なんかこのちょっとヘンテコシール、なんかみちかさんが好きそうだなって思って、お土産に買ってこうかなって思いました。ご飯食べる前にこの豆乳を摂取しました。朝だからあんまり空いてるお店がなくって、でもなんか美味しそうなお魚の定食屋さんがあったので入ってみました。塩サバです。いや、出張中なかなかゆっくりご飯は食べれないので、お味噌汁が身に染みました。なんか後ろのメニューもそうなんですけど、全部美味しそうで、でもこういう和食が食べたくてめちゃめちゃ満足してる顔してます。塩サバ定食美味しかったです。パン屋さんとかは結構多いんですけど、こういう和食系が本当に食べたかったので、もうお腹いっぱいで気持ちも満足しています。で、フライトまでちょっと時間があるので、コーヒー買って休憩します。この日の福岡は珍しくすっごく寒くって、朝ももう冷え切ってたんですけど、でも私は安定のアイスコーヒーです。はい、満足しました。もう疲労がピークです。今、羽田空港に着いてパーソナルの予約入れてたんですけど、時間勘違いしててめちゃめちゃギリギリで、ここから直でトレーニングしてきました。プルプルです、手も足も。もうこの荷物が本当に重すぎて。さあ、お家に着いて冷蔵庫がほぼほぼ空っぽなので、荷物を置いて一回買い出しに行こうと思うんですが、これが忘れ物のプロテインとゆで卵です。忘れて行ってました。はい、近くのスーパーに来ました。ここではいつも調味料とかお米とか、あとここにしか売ってない日用品とかを買いに来ます。結構面白いお菓子とかオーガニック系がいっぱい売ってるので、ほぼほぼ毎日来るスーパーです。あと芋コーナーが充実です。こんな感じで醤油コーナー、お酢コーナー、乾き物、もうこの辺すごい充実してます。これが、タンパク質がたくさん入ってるビーンズチップスです。めちゃめちゃおすすめです。カロリーも低いです。なぜ急にメイクをしている顔と洋服が変わっているかというと、寝落ちしましたなんか昨日帰ってきて、でお風呂入って、でご飯作って食べて、ゆっくりしようと思ってたんですけど、お風呂入ってちょっとソファーで横になったらもうそのまま寝ちゃって、夜中2時とかだったので、もうご飯食べるのは諦めてそのまま寝ました。昨日福岡から戻ってきての Vlog を撮りたかったんですけど、翌日になってますが、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ちなみに朝ミーティングしてその後の時間です。はい、なのでメイクもして洋服も変えちゃってるんですけど、よかったら福岡編の続きと思って見てください。はい、気を取り直して、もし昨日
そのまま寝落ちしてなかったらスーツケースを開いて、洗濯物とクローゼットに戻すものと分けて、まずは洗濯物から始めます。で、クローゼットに戻すものは色分けで全部ハンガーにかけてます。洗濯物が終わるまで福岡に行ってる間に届いてた、オーダーしたものがあったので、ちょっと購入品の紹介をしようと思います。やだかわいい、やだやだ、じゃーん、コートです。よいしょ、じゃーん、コートを買いました。めっちゃかわいい、しかもモコモコ。で、昨日寝落ちしちゃったんですけど、その前に受け取ることができたんで、ジャッキーっていうブランドです。名古屋で1回試着してるんですよね。セレクトされてるショップがあって、そうで、どうしようかなって、もうなんか私緑が好きすぎて緑のアイテムだらけになっちゃうから、1回考えようかなと思って保留にしたんですが、やっぱり使いたいっていうことで、いやーかわいいな感じ、モコモコ、ちょっとソファの上だけど、こんな感じです。嬉しい、これを待ってました。え、これどっから開けんだろう。じゃーん、靴下を買いました。テールグリーンっていうカラーです。めっちゃかわいい。色物の服を持ってることが多いので、ちょっとシンプルな色の靴下欲しいなって思って買いました。オーラリーです。ちょっと買おうかな、どうしようかなって思ってて買いました、ついに。嬉しいです。これで韓国に行きます勝手に決めてる嬉しいです。なんかね、結構その場所によって柄が違う感じなので、なんかこっちから見たら結構グリーンが強めな感じなんですけど、こっちはシンプルな、割とクリーム色が見えるような感じです。かわいい、嬉しい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 。はい、ここから食事作りになります。もし昨日寝落ちしてなかったらあのまま夕飯を作ってたんですけど、今日は一応朝昼兼っていう感じで、昨日で言うと夕飯を作っていきます。これめちゃめちゃ簡単で、多分インスタのリールにもあげたんですけど、もうスライスした玉ねぎと合わせて、材料入れて混ぜ合わせて、冷蔵庫で冷やしておくだけの簡単です。次も簡単なサラダなんですけど、舞茸と三つ葉を使ったサラダを作っていきます。三つ葉は親子丼のイメージなんですけど、そのまま生でサラダで食べるのがとってもおすすめなので、サラダとか和え物でよく使ってます。炒め終わったら少し粗熱を取っておきます。この六助の塩と、もうなくなりかけてますが黒ごまを入れます。そしてごま油で、これも混ぜ合わせたら冷蔵庫で一旦冷やします。次はお味噌汁を作ります。で、お味噌が発酵食品なので凍らないということを聞いて、冷凍庫にいつも保存しています。で、お味噌も入れて、最後に、卵を落とすんですけど、これは溶き卵ではなくてそのまま落として、で、ちょっと優しく白身を混ぜて最後強火でかけて完成です。今日のメニューはこんな感じです。ちょっと簡単な和え物とかサラダとかお味噌汁を作ってみました。そして移動が多い日はストレッチとか、あとこのストレッチローラーを使って、体をほぐしていきます。あと半身浴も必ず、入ってますね。で、さっき洗濯したものが乾いたので、靴下はこんな感じのポーチに入れて保管しています。